いた。いたじゃねえの。出やがったな。え、特別な話？どうしよう、告白。この弾丸特急便の伊達店。新州平原一の看板を取り返すためお前に最後の勝負を挑むぜ。これまでことごとくお前さんに遅れを取ってきたが、これ以上お前さんの尻の穴ばかり見て走れねえ。この勝負に臨む俺の本気の証として、家宝のからくり歯車、出た。もういらないけど。今でも思い出す、無数の流れ星が輝いたあの夜。その流れ星の一つが俺っちの目の前に落ちてきた。それがそのからくり歯車だったってわけなんだ。嘘？走る俺っちの前に鋼の歯車が現れると、あれはきっと神様のおぼし飯だったに違いね。死ぬまでひたすら走り続けて、一秒でも早くみんなに文を届けろってな。そうかな？からくり歯車は仕事に生きる俺っちのお守り代。その大事なお守りに必勝の祈願を捧げ、そろそろ最後の大勝負と行こうじゃねえか。よっしゃ、行くぜ。行くぜ。よーい、ドン。一体どんな卑怯な真似をしてくるつもりだ。いやー、ここでね、あ、やばい。ここで遅れを取ってしまうと。いや、でもどうせ落っこしてくるでしょ、こっちに。ほっ！まずい！危ない！え、そっち行くの？ちょ、ルート変わってる。ルート変わられると困るんだよな。ほっ！絶対嘘だ。絶対嘘だもん。そっち戻るんだ、そして。どっちどっちどっち、次どっち次どっち、うまっうまっ、え、そっち、あ、そっち、よくついていったな今。いやー、もう絶対だもん。このウニ出す瞬間に頭突きするとやられる。ちょっと、いや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 、やばい、ルートわかんないと。あー、ここ一周じゃない。ほっ、ザーッ、ザー、ほんほん、にゃー、嘘じゃん。あー、もうダメだ。一回流すか、この勝負。しかもそっちだよ。じゃあ、待て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 、すーげー、フィールドフィールドを使っていく。あー、しかもこっち。ほっほっ、ブー当たり判定どうなってるんじゃこのゲームクソゲーだー。ここで、いつもここで追い詰めてきた、ブーおかしいよこれ。もうどこでやればいいねん。ぶち切れ。ぶち切れちゃう。絶対降りる。にゃー、降りないんかい、そして。いやー、もう吸い込みすごいんだよな、ウニの。栗かな。吸い込みがすごいことで有名。待ち伏せできないからなぁ。よっ。ほっ。あ、いいで、もう。さっきどういう風にぐるっとしたっけ？いきなり回った？にゃー、死ぬのでは？死にそう。お前、ウニで人殺す気か。な。おら、よーし。もう、これ。ウニゲーだわ。この野郎。新州平原一の看板が売りだった弾丸特急便の伊達天様が、一世一代の大勝負で遅れを取っちまうた。はぁ、あ。へへへへ。これ一本どころか、100万本も取られちまったぜ。
あははははワンコ、約束は約束だい。俺っちが家宝にしてたお守りを新州平原一のお前にくれてやら。いやー、もろったで。吉野原の弟からすげえ狼がいるって噂を聞いてたが、もしかしてお前さん向こうでも名を挙げてんのかい。とにかくお前みたいにいい走りをするやつを初めて見たぜ。お前になら信州平原一の看板を譲っても神様に怒られないだろうな。大事な看板、これからも守り抜いてくれよ。俺っちも走って走って走りまくって、いつかお前さんに勝つ足を鍛え上げてみせるからな。やったー。俺が神様だし、お前の弟も今から潰しに行く。俺が神様だしね、神様に怒られる怒られないっていうか。いたー。おい、出やがったな。特別な話がね、まっしぐらのハヤテね。いやー、セミの穴見てよ。え、何を譲ってくれるっつった？漁師がぶっちぎるまで行くぜ。200万円欲しい。200万円欲しいけどな。このウニ出すのがもうズルだから、この人たち。もうここで決める。よーし。今ウニ出るかと思ったけど、いけたわな、この野郎。吉野原一の看板がね。はっ、雑魚が。さっき、新州平原5周ぐらいしたんだよ。へへ。わろとるで。負けだ負けだ、綺麗さっぱり負けだぜ。男気あふれる狼に、1本どころか100万本も。200万円くれ。その勢いで200万円くれ。すげえ狼だよ。約束は約束だい。漁師マハラの配達？嘘、いらねえ。なんだいその思いっきり嫌そうな顔は。勝負に負けてまだ俺っちに仕事を続けろって言うのかよ。働け。いいのかい。そんなつもりじゃなかったからね。お前さんの情けが心に染み入るぜ。俺っちとお前さんの友情の証に、大したもんじゃねえが。あ、この人はぐれ玉だったんだ。漁師マハラのはぐれ玉まだ見てなかった。走ってくださいね。いやあ、ありがてえ。この兄弟ありがた。ウィーン。よっしゃ。胃袋4つになった。牛。牛よりもすごい。牛って胃袋何個だっけ？え？ 2 つ？ 3 つ？ 4 つ。この話前にもした気がする。持ってきたよー。五条橋？数々のからくりを手掛けてきたこの我が輩の人生をかけた一大傑作が、からくり歯車が、ふむーん。白助、お前が持ってるそれは、最後の部品からくり歯車ではないなりか？違うなり。大きさといい、形といい、匂いといい、味といい、手触りといい、まさに今足りない部分にぴったりの歯車なりよ。ちょうだい！お、素直。その歯車を我輩にちょうだいなり、くれないなりかとかだとあれだけど、ちょうだいって言われると、かわいいね。お預け。あー！予想外の事態なり、我が輩の異形の前に白い悪魔が立ちはだかったなり、仕方ないな。都の人々の生活？そうなの？ちょうだい。仕方ないにゃー。ありがとうなり。この一大傑作が完成した暁には、わしのからくり大百科の後ろの方に名前を小さく書いてやるなり、スペシャルサンクス。さーて、一気に完成させるなりよ。え、やってやって。いいなり、ガシロスケ。うん。お前は今から歴史的な瞬間を目撃することになるなり、我が輩のからくりに生命が宿り、この西安教の人々の生活に画期的な進歩をもたらす瞬間なりよ。では行くなり。からくり発明家現内の一大傑作に、雷撃将来。あ？あ？え？
いいのかな、これで。じゃあ、燃やしちゃうんだけど。燃やしちゃうわ。失敗なり。シロスケ、何をそんなすっとんきょうな顔してるなりか。何、どこがスタート？そんないい加減なものなの？え？真ん中の部分の導線がすっぽ抜けてるよね。もう一回もう一回。これ多分ね、変な動きしないこと。くねってやるとダメだったんだ。やったー、劇神さんじゃん。表より離れしより庭が力弱り果ててるけどね。あの者の強き熱情に応えたもう元の志に我目覚めぬ。劇神、あの者の熱情のが力に変え。この人さ、鬼ヶ島にいなかったっけ？っていうか。大丈夫？消えた。消えた？おー。いいぜ。ほら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 、ほら見るなり。赤灰の設計は間違ってなかったなりよ。予定よりちょいとエレキの力が強すぎたような気もするけど。とにかくこれで一大傑作が完成したなり。どうなってんの？その顔はどうやらよくわかってないなりな。そうだよ。確かにこの発明は偉大すぎてお前の想像を超えているなりよ。まあ、我が輩の家を出たら下からここを見上げてみるなり。我が輩の傑作の偉大さがきっとわかるなりよ。そう？うわ、すみません。この王子掛け、まあこれを動かすだけでも大した問題。それより甘子、お前が足りない動線を書き足そうとして書いたあの形。あれがちょうど人雷の力を司る劇神様の紋所だったってわけか。あれをちょいと書いてやりゃ。いつでもどこでも雷を呼ぶのは自由自在だい。なんと。お、しかもこれ出るんか。人雷の奥義書。そんでこれを開ける予定だった。開ける予定だった。ちょっといろいろ出ちゃった。全文録じゃなくて。あ、なんだっけ。あ、絵巻物か。ほーん、人雷の筆技ね。雷光となり、悪しき者に裁きの雷。まあ、でもこれは強そう。大きな雷光なればより多くの妖怪を巻き込むことができる。無論大きく書けば墨氷炭も多く使う。書くときのコツは鋭く鋭角に書くように心がける。なるほどね。てか、この奥義書よく見たら一尺ってちゃんと書いてあるじゃん。書いてあるやん。おじいのやつやん、これ。なるほどなぁ。よし。お、夜。これでさぁ。これでさぁ。関所は、あれして。漁師マハラ飛んで。都飛んで。貴族街は、OK だ。貴族街。てか、ナンパ船、危ねえ、ナンパ船も取ってあるわ。危ねえ、ナンパ船も一回行けって言われたら超だるかった。あとは庶民街2個。漁師マハラも2個。で、関所ね。これ時計かな？降りて見てみよう。チクタク言うとるしな。ん？見えねえ。見えねえよ。おー、早っ。時の流れってこんなに早いんだ。すげえや。おっ、ふん。あ、ここにもなんかある。ふいーん。お、立つじゃん。なるほどね。ここ。次。ここ。どこだ？
あれか。ちゃんと吸い付いて。ちゃんと。いやー、手に汗握る。手に汗握っちゃう。ちょっと待って、炭足りないかも。炭足りないかも。いやー、炭足りひん、これ。無限炭。危ねえ、しかも落っこちてるし。よいしょ、次どこ？上じゃない？あ、あそこでゴールだよね。もうゴールしていいよね？いやー。うぃー。無限炭もったいない。ちょっと、落ちたくないから、切らせてよ。いやー、はぐれ玉かー、ここ。ここのはぐれ玉。こんな感じだったのね。ちょ、埋まってきたー。埋まってきたぜ。次。漁師マハラ北だ。行くぜ。次でラストかなー。次でラストであれ。うわぁ、赤鬼とかか。この人でも後ろから叩くだけ。なはず。熱い熱い。くそ。よし。このためたままジャンプするのがなかなか。あれ2匹いるまだ。あら。あらあら。いやーめちゃくちゃにいるわ。よし。オッケー。あとは、赤鬼だけ。そう、重なるな、重なるな。いやー、また出てきたー。また出てきたもーん。よいしょ。よし。いやー、上にいたか。よーし。よいしょ。ほん。もうどうなってんのかわかんない。よいしょ。くそ。この野郎。心拍下がる。よしよしよし。いや、まだ出るわけ？やばいですね、ここ。やば。にゃー。助けてくれ。もう、地獄だ。よいしょ。よしよしよし。じゃあ次、この赤い人。いやーまだ出てくる。うわ、うわ。ちょっと、炭もうちょっと使おう。もうずっとこれにしよう。ずっとこれなら脅威ではない。プレイヤーに向かって。プレイヤーに向かって。よし。で、こいつも、まだ出てくるかな。逃げんな、逃げんな。まだ出てくるんですよね、これが。で、今失敗したから、もう一回。よし。で、待て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 。うわ、今後ろ攻撃あった？マジか。ほん！ほん！いやー。あ、桃！ここだけで、ここだけで20〜30分。30分は言い過ぎかな。うわー、これこういうイベントだったのか。二度と来ない。
二度と来ないぞ。キバ。うわぁ、キバ足りん。キバ足りんよー。うわぁ。よこしなぁ。無菌病炭。よこしなぁ。ん？おぉ。かすがみね。元より離れしより無賛したる我が身は二方に裂かれ、その半身この横島なる氷炭、横島だなぁ、氷炭は本当に。横島な氷炭ありすぎでしょ。切り飛び。めぇ。氷炭から筆技とはこれはたまげたぜ。宝の帝もこんなもんが入ってるとは知らなかっただろうな、目の前。切り飛びって筆技、肝心な使い方はおいらもよくは知らねえけど。とにかく儲けたなー。これに書いてあるって問題。切り隠れの極意。切り隠れの極意とはね。あ、これが16番か。あざーす。身を移した者の記憶を永遠に刻むという物ざねの鏡。その中には物ざねの大鏡と呼ばれる、あれかな、マークついてるやつか。霧隠れの筆技を持って罰の印を結べば、霧隠れの極意霧飛びがその力を発揮する。霧飛びの技を持ってすれば、遥か彼方の物ざねの大鏡にその身を移すことができる。もう、欲しかった。これ早めに取っとけばよかったね。これがあれば、あれじゃんね。この、はぐれ玉集めもはかどるというもの。おいだらねえ。ってかそうじゃんね。カムイとの行き来めっちゃだるいなーってちょっと思ってたんだよね。まあ、これ利用するけどさ。絶対そうだよ。あれ？浄化できなーい。あれ？あ、来たーん。これは、わからんわなー。まあでも、怨念が、怨念してなくても、確かに、魚の骨、なんだろうなーとは思った。竜宮が誇る秘宝中の秘宝、一度開けてしまうと、どうなっちゃうんだ。どうなっちゃうんだ。っていうか、竜宮城、漁師マハラ来た。猫なりの塔一個取ってない。ああ、竜宮も取ってない。え、どこ。な、貴殿が持っているその箱はあの玉手箱ではないか。玉手箱はその中に人魚のため息を詰め込んだ異形の箱で、千年に一度だけ生える千年サンゴの根元に現れるのだ。その箱は人魚が殺されるたびに重くなり、その中から漏れるため息が瞬く間に人を追いさせるというが、そういう解釈。まあ、あまりに古い伝承で本当のところは誰にもわからんがな。本当のところなんて誰にもわかんない。わー、あるわ。なんか意外とこういうのあるんだな。あれ？あー、これ系か。どうなってんのこれ。海底の中にこれあるってこと？すごいですね。金城線じゃないだろうね。あ、イノシシだ。豆ももうねえのよ。やっとお金貯まってきたっていうのに。うわー。一人でこんなに産んだもの？すごいね。あ、あらば。ありがてー。これはありがてー。はぐれ玉全部売ってやるんだから。全部売ってやるんだから。いやー、経験値もすごいな。
ちょ、うるせえ、ブヒ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 。実家でまだ暮らしているとき、実家の目の前の畑がめちゃくちゃブヒブヒうるさくて、お父さんを呼びに行って、なんか外からめっちゃ豚の鳴き声するよって一緒に様子見に行ったら、畑にイノシシめちゃくちゃいたときを思い出しますね、これ。畑にいっぱいいるんだよね、イノシシがね。よーし。ついてくんなよ。ここでみんな一生暮らしてるんだな。大変だな。よーし。そしたら、こっちに行って、なんか直せるらしいよ。なんかあの柱直せるらしいよ。あれ？これなんだっけ？あれ？取ってないんだもんね。こういうの大事よ。お金にするんだから。直すとかいう技術あったかな？え？今直りそうじゃなかった？すごく。長さが足りないかな。違うな。太さだな、これきっと。この辺。おー。これいきなりじゃない？いきなり直す力じゃない？これだったら、漁師マハラの、あれも直せた気がするわね。よし、そしたらね、猫なりの塔行くか。猫なりの塔取ってないんだって。うわ、しかもここか、そっか。猫なりの塔あれなんだって。カメラさん追いついてないじゃん。あ、やばい、バグる。あぶねえ。バグるとこだった。なんとこれ、一回も足をつかずに上まで登り切ろうのコーナーなんだって。やばくない？最初に言ってくれないと。そういうこと最初に言ってくれないと困るし、一番最初に気づいた人よく気づいたな。まあでもやってみようって思うか。確かにそれ結構昔のゲームっぽいよね。なんかその一回も足をつかずに登り切りましょうのヒントが全くないって。ありそう。あれ？もういいのかな？お！よーし。よーし。あざーす。どこ？上？あざじゃーす。今どこに出たの？上？上か？ご褒美くれー。あ、ここ草かね。よーし。はいーん。あれ？あいつら、いつもこの辺でバカみたいに。いつもこの辺でバカみたいになんかしてなかった？ちょ、浦島さんいる？あ、いるわ。おたたけものでーす。なんだよ、白ワンコ。えらい得意気な顔して。鬼の島がなくなってお前も嬉しいだかや。嬉しい嬉しい。すごい、有無を言わさず渡した。な？あー、これ、オラが探し求めていた玉手箱じゃねえかい。あれそうだっけ？白ワンコ、お前、リュウグイ行って持ってきてくれただか。ありがとう、ありがとうな。実はオラ、昔海で溺れた時にリュウグイで命を救われただけど、あ、そうなんだ。そのせいで歳を取らない体になっちまっただよ。あ、そうなの？
おかげでいつまで経っても裏だけ子供のまま。周りの昭和どんどん年老いちまってせ。昭和ね。でもこの玉手箱でオラ本当の自分に戻ることができるわ。死んだらどうしよう。あ、ジー。ふぅ。どうだや。オラ元通りに戻ってるがや。じいさん？浦島じいさん？ばあさん？ああ、よかったね。へし。じいさん、やっと帰ってきてくれただね。あ、これ。夫婦だったんだ。ばあさん、おらへい、どこにも行かねえで。これからはずっと一緒にいるでな。すごい。ハリウッド映画にありそう。白ワンコ、お前にはなんてお礼を言ったらいいだか。つまらねえもんだけど、これでももらってくれねえがや。海の底に転がってた綺麗な石、きっとこいつが幸運を運んだだわ。年を取るっていうのも悪くね。お、エンディングまでこのまま？